M12-155mm 自走カノン砲はアメリカ陸軍が第二次世界大戦中に開発した自走砲である。公式な愛称はないがアメリカ軍の兵士にはフランス戦線においてキングコングの愛称で呼ばれている。M12 はアメリカ陸軍により気候部隊に随伴し、銃砲によって迅速かつ緊密に支援を行うための車両として開発された。 走行車両に大口径の野戦砲を搭載することによって、重砲部隊を自走化した気候砲兵車両としては最も初期に開発されたものの一つであるが、開発後直ちには実戦投入されず、アメリカ軍内の先見性と保守性が混在した状況を示すものとなっている。完成当初は訓練用及び予備兵器とされて保管されていたが、1944年の フランス戦より実戦に投入され、本格的自走砲開発、配備までの暫定的車両とされながらも予想外の活躍を示した。これにより、本社はアメリカ軍に大口径自走砲という兵器の価値を再認識させた、ほか、その後のアメリカ製大型自走砲の原型的車両ともなった。第二次世界大戦大戦を通じて使用されたが、1945年には、 後継の M40GMC が完成し、戦後は早期に置き換えが進められて前者が退役している。アメリカ陸軍では、第一次世界大戦の経験から火砲、特に大型の重砲については馬による牽引と人力による展開には限界があると分析され、他国に先駆けて大型火砲の動力化が構想されていた。しかし、同じく第一次世界大戦の経験から機動戦を、 重視する気候部隊においては、その装備車両は、騎兵的な快速車両が求められたため、自走化されるとはいえ、重砲を気候部隊に追随させることには、会議的であった。これには、戦艦機の限られた予算では、費用のかかる自走化車両を増やすことは主力である。戦車の開発への予算を減少させるため好ましくない、という判断もあったとされる。また、実際に運用する、 砲兵部隊自身が、高価な自走砲兵車両は限られた予算の枠内では、装備できる火砲の総数を減少させる、として、導入には、消極的であった。それでも、陸軍の方針としては、近代化と機械化を進める、ことは重要である、とされたため、自走砲の開発計画自体は進行された。開発にあたり手法は6インチクラスの銃砲と定められ、 流弾砲とカノン砲のうちいずれを搭載するかが検討された。最終的には直射にも用いることを考慮してカノン砲に決定し、大口径カノン砲を搭載した自走砲兵車両の開発計画が本格的に始められた。開発期間の短縮と予算の節約のために搭載砲は既存の法を流用する方針とされ、車体は開発中の暫定的新型戦車と共通と、 することも定められた。開発作業は1941年6月からロックアイランド交渉にて始められた。翌年1942年2月には試作者が完成 T6 の仮正式名称が与えられた。試験結果はまずまずのものではあったが、前述のような理由から気候部隊は採用には消極的な姿勢を示し、結局、 タブ局に要求される形で採用を決定した。T6 は細部を回収した後、1942年8月、M12GMC の名称で正式採用され、プレスドスチールカー社によって1942年に60両、1943年に40両の計100両が製造された。こうして自動化の音法としては他国に先駆けて開発された M12 であったが、 配備先となる、飛行部隊からは大口径自走砲に対する要求は低く、アメリカが参戦し、欧州方面への陸上兵力の派遣を決定した段階では、本社は訓練車両として用いられるか、もしくは倉庫で保管されていた。連合軍の大陸犯行を前に、1944年2月から74両の M12 自走砲が、ボールドウィン・ロコモティブワークスにおいて、オーバーホールと、 作戦運用準備のための改装を受け、この際に方防立ての装着と配備当初に、問題とされたエンジンの修正と排気管の問題の修正が行われている。M12 は採用から2年を経た1944年に初めて実戦投入され、ノルマンディ上陸作戦の直後から実戦に参加し、機構部隊関係者の予想に反し活躍した。間接射撃を 主として設計されていたものの強固な防御施設の攻撃の最中にはしばしば直接射撃任務に投入された。1944年6月下旬から7月上旬にかけて行われた三郎攻防戦においてはドイツ兵の立てこもる陣地や建造物に直接射撃を加え、その大威力から兵士たちにはキングコングの名で呼ばれた。 本社は1944年から1945年の終戦までの各作戦を通じ、成功理に運用された。旧式の方を転用して開発された暫定的兵器としては、非常に成功した存在であったが、開発時はともかく実戦投入時には搭載砲、車体ともに旧式であることは否めず、暫定開発ゆえの不十分な点も多かった。数的には、 アメリカ軍の主力自走砲は、同じく M3 中戦車に M205mm 榴弾砲を搭載した M7 自走砲であり、M12 は非常に有用とされながらも、その投入局面は限定されていた。生産も当初生産分の100両のみで、追加の生産は行われず、後継の M40155mm 自走砲が完成し配備された後は早々と姿を消した。なお、 M12 は、アメリカ軍以外では用いられておらず、戦中、戦後ともに諸外国への供与もされていない、アメリカの第二次世界大戦実用兵器としては、珍しい存在である。M12 は M3 中戦車の車体部を用い、新規に開発された、車体上部に、余剰の旧式カノン砲を搭載したものである。いくつかの文献では、M12 自走砲の後期型は、 M4 中戦車の車体から作られたと主張しているが、これは、M12 が M4 初期型と同型の垂直渦巻きサスペンション式券化装置と駆動、誘導輪を使用したことからの混同と推測される。搭載砲の原型である 155mmGP 回搭載法には、配備が進む新型カノン砲に更新される予定で、前線部隊から引き上げる計画が進められていた M1917。 M1917A1、M1918M138.2 合計 155mm カノン砲が選定された。これら3種は第一次世界大戦の古典的なフランス製火砲である GPF155mm カノン砲から派生し、ほぼ同一構造であった。手法は M4 砲画を介して搭載され、試行範囲は左右角15度。 不行角はマイナス3プラス30度であった。分離装薬式の弾薬を用い、最大射程は2100ヤード、最大発射速度は毎分4発、持続可能発射速度は毎分にないし1.5発であった。生産当初は装備されていないが、小型の棒立てが砲左側に後付けで備えられており、車体全面上部には走行時に方針を固定するための 折りたたみ式固定化が装備されている。機関室は、原型の M3 抽選車の車体後部より、車体中央部へと移されており、操縦出席は、M3 よりも、やや後方に、中央部の変速装置上から M4 抽選車と、同様に左右に乗員が着席する方式とされた。操縦区画は車内にあって走行化され、左右それぞれに前方と側面。 および天面に開閉式のバイザーブロックとハッチを備えた密閉区画とされていたが、主砲の配置された車体後部の方兵員区画は装甲板に囲まれてはいるがその高さは低く、天面は開放された露天式であった。車体後面にはブルドーザーのブレードに似た中敷が装備されており、これは射撃時に展開して地面に設置させ、 砲の反動の吸収に用いるものである。中敷は、車体上部右側に装備された小型のウィンチにより、上下させることができ、指示下は、収納時には砲員の着席場所となり、展開時には戦闘室へのステップとなる構成であった。M12 の車両後方の開放部分に据えられた大型砲及び中敷という配置方式は、重量級の自走砲の提携として、 本社の後に開発された、自走砲に広く踏襲された。M12 は搭載する 155mm 砲に、M1917、M1917A1、M1918M1 の3種類があるが、これらは基本的に同一のものであり、砲の形式番号の際による形式区分はされていない。また、生産された後、1944年の、 ヨーロッパ戦線への投入の再二方棒立てを追加するなどの回収が行われているが、形式番号面での区別はされていない。各種火砲の自走化を構想した陸軍兵器局により、主砲を 155mm カノン砲に変えて 90mm 降射砲や10インチ迫撃砲とする砲乾燥型が構想されたが、いずれも構想、検討の域を出たものではなく、 正式な設計案や試作車は存在していない。唯一正式化されたのは次に述べる弾薬運搬車型のみである。M12 に搭載できる弾薬は10発の砲弾と装薬のみであり、また、車体の限界いっぱいに近い砲を搭載したために砲員のすべてを乗車させることが不可能であった。そのため、 継続的な射撃のために乗車しきれない砲員と予備の弾薬を輸送するための車両が開発され、T14 の名称で仮正式となった後、M30 弾薬運搬車として正式化された。車体構成は M12 と同様のものであるが、砲と中敷を装備せず、M12 に乗車しきれない砲員のための座席と予備弾薬用ラックが増設されていた。 車体後面は下方に大きく開く構造となっており、海上体では作業用のプラットフォームとして使用する設計となっていた。百五五十ミリメートル砲の弾薬四十発を搭載するほか、自衛用に車体後部に m 二0機関重用のリングマウントを装備した。m 三0は m 十二に合わせて百両が生産され、m 十二一両につき、m 三十一両のペアで運用されることが、 基本とされた。1944年2月よりは、M12 の本格的な部隊運用の再開に合わせ、74両が M12 と同じく、ボールドウィン・ロコモティブワークスにおいて、オーバーホールと作戦運用準備のための改装を受け、エンジンのと排気管の修正が行われている。回収された M30 は、M12 と共に、第二次世界大戦を通じて使用された。 第二次世界大戦後、M12 は、後継の M40 自走砲に代替され急速に退役したが、M40 自走砲と同じ車体を用いた弾薬車で、ある T30 が、試作のみで量産されなかったため、M30 の一部車両は、弾薬ラックを回収して、M40 の随伴弾薬車として用いられた。その他にも少数が、弾薬ラックを撤去し、M4 中戦車と、 その派生形を装備した部隊において支援車両として戦後しばらく使用された。M30 の試作型 T14 オクラホマ州ーロートンにあるフォートシルのアメリカ陸軍野戦砲兵博物館では唯一現存している M12 自走砲が展示されている。2010年11月にフォートシルへ移送されるまで本社はアメリカのメリーランド州アバディーンに所在する。 アメリカ陸軍兵器博物館に収蔵されていたアメリカ陸軍野戦砲兵博物館に展示されている M12 ありがとうございます。